東京建物京橋ビルは東京都中央区京橋三丁目に立つ建築物である。東京建物により建設され1981年に竣工。2010年2月には日本プライムリアリティ投資法人が本建物の権利を取得した。本建物が面する中央通りが南側でカーブしているため銀座方面から望むと正面に位置する。 銀座の歩行者天国より、イナックス当時の2008年。1981年に、イナ政党により1.2階に、イナ東京ショールームが開設。1985年に、イナックス東京ショールーム。1995年に、イナックスアーキプラザ。2004年に、イナックス銀座ショールーム。2007年に、イナックス銀座と複数にわたり、名称が改められた。 2011年にはイナックス、トステム、新日系、東洋エクステリア、リクシルの事業統合により、リクシル、銀座となる。2013年には、ショールーム機能が、西新宿の住友不動産新宿グランドタワー内の、リクシルショールーム東京に移管したことに伴って、ギャラリーに改装された。1階は、商品の展示や映像などで、企業活動を紹介する。 レセプションフロアと12000冊の建築、インテリア関連の書籍を揃えた書店、リクシルブックギャラリー。2階は従来通り建築や、デザインに関する企画展などを行う3つのスペースからなる、リクシルギャラリーとなる。リクシル、銀座に関するカテゴリー。ありがとうございます。